世界に来ちゃったわね。ま、なんとかなるか。これで決める。お姉様、異世界でもクロコはお供しますの。お姉様と一緒ならばどこまでも。爆裂魔法とレールガン、どちらが最強か決めようではないか。我が超魔法力を解くと見よ。このスバ、さすがはコウマ族随一の服屋の店主チェケラです。巫女たちの世界ではこれが学生服というわけですね。学園都市にはうち以外にもたくさん学校があるから、その分いろんな制服があるんだけどね。そっか、確かにウイハルさんたちは違う格好ですよね。それで巫女たちはこの制服を着てどんなことを学んでいるのですか。能力の開発研究をしている町というくらいですから、それはそれは凄まじい授業が。別に普通よ、普通。語学とか物理学とか。語学、物理学、我が魔法学園レッドプリズンにはないものですね。あら、いくら異世界の学び屋といってもあってもおかしくない科目だと思いますけれど。レッドプリズンはコウマ族がアークウィザードになるための学校ですからね。日々魔法の授業に励んでいました。魔法の授業、なんだか映画や漫画の話みたいね。よかったら巫女たちも我が魔法学園の教えを体験してみますか。へえ、ちょっと興味あるかも。クロコもやってみない。お姉様が学ばれるのでしたら私もご一緒しないわけには参りませんが、よろしいんですの。もちろんです。学園でも屈指の成績を誇ったこの私が巫女にコウマ族の何たるかを伝授しましょう。大丈夫なの、めぐみ。あの、お二人とも気分が乗らないようでしたら無理しない方がいいですよ。大丈夫、私もクロコも成績いいから。異世界のカリキュラムも何かの役に立つかもしれないし。いえ、そういうことではなくて。我が名は美坂巫女、常盤台中学随一のエレクトロマスターにして、もっとです。もっと己のうちに秘めたるかっこよさを解放してください。我が名は白井クロコ、希代のテレポーターにしてお姉様を愛し、お姉様に愛される女。勝手なこと言うな。いえ、いいですよクロコ、その力強い思い、そして名乗り、才能がありますね。本日はありがとうございました。想像していた授業とは随分違いましたけど。礼には及びません。二人ともいい名乗りでした。すみません、すみません。謝らなくていいわよ。ちょっと恥ずかしかったけど、まあこういう学校もありなんじゃないかしら。今日のお返しといってはなんだけど、明日は私たちのやってる勉強を少し教えてあげるわ。このスバー、一緒に頑張りましょうか。このスバ、
一緒に頑張りましょうか。このスマ爆裂魔法とレールガン、どちらが最強か決めようではないか。一緒に頑張りましょうか。このスバ